くって、あの手が震ってたんですよ。手震ってて、であのレッドブルのパワーで今日今ね元気なんですけど、本当レッドブル飲んでる時も唇が震えてる感じ、ね、今日も震えてて、だいぶ今回復しました。いや本当にありがとうございます。この方に38% でしたっけ、湿度が。さっきね、38% ですね。気圧が低くてすごく今日は。なんですよ。だからあの皆さんもたくさん飲んで、たくさん食べて行ってくださいね。私もちょっといっぱい飲ませていただきます。あ、今日はあの本当に私の、ちっちゃい時から聴いてきた音楽とか、あとは今現在大好きな歌詞をいっぱい歌っていきたいなって思ってます。で今歌った曲は、チャカカーンっていう人の曲で、1981年の曲です。私が生まれる、マイナス10ですね、マイナス10歳の時の曲です。80年代がすごく好きで、ジャン的には AOR とかソウルとか、アラブミとかファンクとかそういうのが好きです。だからあの本当に音楽好きなおっちゃんと話が合うんですよね。おっちゃんって言ったりしてるんですけど、ね、なので、音楽マニアの方後で話しかけていただけたらなって思います。で次の曲が、2曲続けてになるんですけど、割と最近の人で、ジョス・ストーンという歌手がいるんですけど、初めて聞いたのは高校生の時で、赤毛のかっこいいソウルフル姉ちゃんで、カナダ出身なんですけど、なんか歌い方がすごい古い感じの歌い方する人で、本当80年代の雰囲気を醸し出すようなそんな感じの人なんですけど、その人の曲と、あとはダニー・ハサウェイの娘のレイラ・ハサウェイっていう人がいるんですけど、その人も、人から勧めてもらってライブアルバムを買ったらめちゃくちゃかっこよくて、その中の曲をBaby Don't Cry という曲をお送りします。でジョス・ストーンの曲は I Got The ペンペンペンという曲です。タイトルは I Got The ペンペンペンなんです。2曲続けてお送りします。Mm-hmm.
めでとうのね、あのメッセージとともにね、ハートのスタンプ大量に送ってきた青木さんと言います。いっぱい送る。ありがとうね。いつも私は、MC をね、何を喋るか本番の時に考えるんですけど、今日は喋りたいことがいっぱいありすぎてね、メモしてきたんだけど、そのメモが、カーペンターズの曲をお送りするんですけど、1971年、私は91年生まれだからマイナス20歳ですね。71年の曲を歌いたいと思います。あのカーペンターズは小さい時に、車の中でお母さんがよく好きで聴いていて、一番いっぱい聴いてるんじゃないかなっていう音楽です。で、中低音、結構彼の声って低めなんですけど、私普段やっぱりソウル系が好きだからパーって張り上げる感じを多く歌ってるんですけど、カーペンターズを歌う機会が結構ちょくちょくいただいてて、その時に、お客さんから結構反応が良くて、思い出のある曲がたくさんある中で、今日は、Rainy Days and Mondays という曲を、お送りしたいと思います。この曲は何で選んだかというと、私名古屋の名古屋音楽大学出身卒業なんですけど、そこの試験音大の入学試験で歌った曲なので選びました、はい、では聴いてください。 Rainy Days and Mondays。
すごい意外な曲だったかもしれないんですけど、